迎え提灯って何ですか？実はこれです。金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光輝でございます。先ほどお客様からですね、迎え提灯って何ですかねって一応ご質問がありましたので、お客様ってもう迎え提灯ってこれですね、これこれみたいなですね、これは基本的には初盆の方がもうお墓までこれを迎えに行くんですね。これ火つけてですね、中にろうそくをちっちゃいのつけてですね、でまたおで13日早く迎えに行って、今度は15日はゆっくり夕方またもう送っていくという形ですからですね。でこの日でこう天国からこう降りてこられるんですよね。やっぱこう目印という形だそうでございますという形でですね、ちなみには値段言っときますね。これ300円ですね。棒もつきます。はい。でろうそくも日本サービスですけどですね。ですから、で昔はですね、これ15日終わった後はですね、お墓で燃やしたんですよね。ところが今はですね、なかなか燃やすのはですね、今いろいろやかましいございますでしょう。ですからもう当店に持ってきてくださいと、それもうちが供養いたしますという形ですね。それとですね、やっぱりされたがいいと思います。やはり特に小さい子供様がいらっしゃるご家庭ですね、やはりこれを持ってですね、形だけでもいいからですね、お墓が遠い場合にはですね、例えば家の外でこう子供さんにこう持たせてですね、おじいちゃんおばあちゃんこっちいらっしゃいっていう形で迎え火という形ですね、されてもいいかなと思います。やっぱでそれ15日はじゃあ行ってらっしゃいって、また来年来てねってことでですね、やっぱそういうのが子供さんの情操教育ですね、やっぱいいあれで、やっぱ子供さんたちのやっぱこう経験になると思うんですよね。ですがこれはもうお勧めいたします。はい。で常時を使っております。はい。常時というかですね、というかですね、在庫多めには用意してますけどですね、大体もう品切れになってですね、で12日とかにですね、ワンワン来られるんですよ。ですから皆さん早めに来てください。よろしくお願い申し上げます。はい。ちなみにですね、朝は5時から夜8時まで営業しております。年中向けです。よろしくお願いします。はい。ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。